皆様、こんにちは、こんばんは、クロワタアベです。本日はですね、なんと、あの有名な三段工房さんのトージーさんのカスタム、ショットガンをですね、レビューさせていただけることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちら、お名前は、これはシーマの CM355 っていうものをベースにしたライトホークカスタムになります。シーマの355っていう型番のものがベースになります。ナイトホークカスタムと。はい。で、こちら最後にお値段を聞くとして、まずはですね、皆様気になる弾速の方をですね、ちょっと測らせていただきたいと思います。まず、ショットシェルは普通の形のものが、こちらですね、シェル入れに入ります。はい、入れていただいてよろしいですか。はい。で、取るときは、このレバーで一気に取れると。はい、はい。では、これセーフティーってどこにあるんですか。セーフティーはこちらですね。はい、これが安全スイッチ。安全スイッチ、かしこまりました。はい、では打っていただいちゃおうと思います。よろしくお願いします。本日使用する弾はですね、ギャロップさんの 0.2g 弾を使用させていただきます。では、71.94、 73.63。 もう一回いいですか。73.18。 こちら、この初速だとあれですね、インドアでも使える感じで。で、ちょっとコッキング的にはこれは結構軽めなんですか。かなり軽く作ってます。これは女性でも、女性でも弾けるような重さになってますので。なるほど。ちょっと打たせていただいても大丈夫ですか。打ってみたいと思います。まずコッキングレバーをこの状態で一旦見てください。ここに点が入っていて、さらに、点がかなり見やすいですね。そこを合わせて打たせていただきます。飛びますね。これは飛ぶ。もう一回、ちょっと気持ちいいんで。しかもこのコッキングをする際、しっかりと、なんていうんですかね、このストック部分ですね、しっかりとしているんで、かなり打ちやすい。めちゃくちゃ飛ぶ。これ、弾道入ってるかな。軽くここが40m、40メーターでほぼ散らばらずに、もう普通に飛んでる。ただ少しね、 0.2g を使ってるからこう少しライジングな感じですかね。そうですね。通常だと本来は 0.25g が 0.25g の。なるほど。そしてなんですけれども、ちょっと一旦置かせていただきます。気になるところはやはりお値段ですかね。そうですね。はい、はい。まあ、これ、まあ、シーマって、スポーツライン、プラスチックモデルとメタルモデル2種類あるんですけども、今回はメタルモデルをベースに使わせていただいたんで、はい、ベースがねちょっと値段張っちゃうんですけれども、なんとか頑張らせてもらってて、はい、表用通常、はい、販売が6万円、6万円ぐらいになってるんですけども、はい、5万5000円、5万5000円で、ね、このショットガンが買えてしまう。こちら三段工房さんの、リンクをですね、概要欄に貼らせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。この動画が面白いと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。